若い頃やったけど、こう線を引いてほらバンカーってさ、やっぱり分かりました、打ち方分かりました、だけどなんか出ませんでしたっていう人いるじゃない、なんか打ち方いいのに。でもさ、それってさ、僕たちは入るところがまあ一定してるというか、まあ昔からトレーニングしてるでしょ、これ結構いいスイングしてもやっぱ入れるところもある程度練習した方がいい。もっと初心者に向けてのアドバイスですけど、このぐらい太い線引いちゃってください、はい、細い線じゃない、太めの辺線、そう、それでもちろんここも盛り上がってるからここにも触っていいんだけど、うん、目安としてはそう、ここも触っていいですよ、シャドウに入ってくるから、はい、入ってくる、ね、ただ基本的にはここをめがけてこう打つ感じ。ああ最高、こうですね、はいはい、こうはいこうはいこう、はい、だからこのぐらいできればもう大体、うん、今のでこれは完璧だけど、ハーフが今ここまで来てるんですよ、はいはいはい、でこうなってるじゃないですか、うん、ここにもともとの線があって、うん、ってことはボールが実際ここのどこにあっても飛びます。ああなるほどね、これは面白い、そりゃそうだ、そう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 、別にここに線引いたからここにボールを置いてここがちょうどじゃなくて、うんはいはいはい、ここに落とせてここまで抜けたってことは、うん、ボールが実際にちょっと見せます、30センチぐらいか、はい、ってことはさ、まあ、練習の状態で多少手前を打っても、まあ、練習だから そうそうそこきっちり打たないともう今日は終わらないよとかじゃなくて、さあ要するにこういうことですね、ここに線が引いてあって、引いてあって、ここ、あ、これすげえな、取れたとしたら、うん、こうになってたとしたら、うん、はいはい、要するにここにヘッドを落とす、うん、ドン飛びますね、はい、で今度ここにヘッドを落とすんだけど飛ぶ、はいはいはい、でここにこれ極端だけどここに落として、うん、おー飛ぶ飛ぶ、ここ今触りながら同じね、同じ番あれだけど、だからみんな絶対やっちゃいけないのは、うん、ボールがここにあります、うん、よくアドバイス 2,3 センチ手前を叩いてる、あこんなの難しいことできるかよって話だ、5センチ叩くとダブリだけど、うん、ボールに当たったらトップになりますっていうのは、うん、あんま良くないですね、はあはあ、実際には難しいよね、どこに落とすとかあんまり考えなくて、はあはあ、まあ、目安はあっていいけど、はあ、基本的にじゃあ今2種類アップで見せて、うん、今の話じゃないけど、まあ、こうにあったとして、うん、これはこうにって群馬弁だからね、出た、こういう風にだから、こういうふうに、うん、例えばここに落とします、ね、はいはい、まあここに落ちました、まあまあうまい、今度は、うん、今ターフこの辺から、そうだね、ギリギリでここまで行きました、はいはい、で今度この辺から行きます、あ全然いける、こことここの違いが、でここまでターフ取れてます、うん、でも同じように打ててる、打ててる、で距離も同じぐらいだった、そうですね、で重要なのは、うん、砂の量もあるんですけど、うん、やっぱりヘッドのスピードなんですよね、あヘッドスピードが重要、重要です、だから砂の量もよりも、まあ、砂の量って今のところが入ってもそんなに上から打ち込まない限りはこれは短くてもすごい取れるんですよ、はいはいはい、で今みたいに滑らかに取っていくと、うん、どのくらい手前から入ってもあまりこうボールの影響はないです、やっぱレッスンうまいなうまい、いやゴールうまいけど、はい、うまいね、ゴールは下手なんですけど、いやいやいやうまいでしょ、はい、でやっぱり足がつっちゃうだけでね、途中で足つっちゃうんですよ、ね、で距離を、うん、同じ砂の量で、うん、同じ場所から大体入れて、はい、そうするとゆっくり打つと飛ばない、飛ばないで、うん、同じ量でスピードだけが上がると飛ぶ、あやっぱりさヘッドスピードで若干砂のテロリ量も違うし、そうっすね、飛ぶ球も違う、だから砂をしっかり取ろうとすると深く入っちゃったりするんだ、そうだからやっぱり一番今何が言いたいかというと、うん、みんなここ今の線だってここに、うん、まあ目安としてはいいですけど、うん、ここにきっちり入れないとうまく打てないと思ってる人は、あ一番バンカー苦手な人が多いんで、じゃああれだね、よくそのバンカーの5センチから10センチ手前に入れなきゃダメですよというのは、ね、ちょっと言い過ぎだと、もう大体アバウトでいいです、うん、今言って円で考えると見せたけど今ここに線引いてここまでターフ取れました、それ何センチぐらいだろうね、30センチはあるね、30センチぐらいあるかなこれね、30センチ以上あるかもしれないね、う、うん、
うん、そうするとここに入ろうがここに入ろうが、が同じだと。そう、歯が刺さらなければいいってことだね。そういうことです。だからあのボールを直接打ったり、うん、これ以上打らない限りは、うん、ここからこの間に、うんうんうん、あまり鋭角に落とさない限りは、岩、そう、全部。例えばここに落としても、はいはいはい、飛ぶね。うん、あの例えばさ、まあ、ちょっと砂そのバンカーが疲弊してて、たまに砂がない時あるじゃないですか。その時はまあしょうがないけど、そうですね。際に入れないとね。でも基本的には結構砂があるわけだから。基本的にここに線が引いて、ここまでターフ、うん、ターフの上まで。これはすごいいいことですね。ここに落とさなくて、落とさなきゃいけないわけじゃなくて、この間のヘッドを、うん、このボールより手前に落ちる。薄く、例えば、うん、こんな手前に落ちててもボールは、うん、こう飛んでくる。おー、行く。うん。だから。やっぱり今のでここでしょ、うん、ターフまであったでしょ。あ、こう考えるとすげえ簡単だわ。そう、気持ちが楽になってくるんで。はい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 。バンカーが苦手な人っていうのは、うん、基本的にこう砂に対して深く入っちゃうだけなんですよ、うん、だから、うんうんうん、どうしてもこの辺に落ちたら、うん、要するにこうやってここに落ちると、これも飛ばないもんね。そう、飛ばなくなる。近くに落ちても、うん、そうすると、うん、ボールに際に落としたくて、うん、こうやって今コツンとね。だからまずはさっきの、うん、本当初心者は線を引いて線あたりに落とした、うんうんうん、でね、今ね、俺ね、小池の見てて気づいたのが、やっぱり関心が最初に構えた体重配分、はい、そこからやっぱり大きく動いてないですね。動かないと、ね、どっしりしてますね。この基本的には体重ちょっと左、今言ったように重心が腰、うん、足正面からですから、うん、まあ、ボールの位置はちょっと真ん中少し左があって、うん、こんな感じです。で、はいはい、今言ったように軸はあまり動かさない、動かさない、ほとんど動かないですね、うん、この状態で。お待ち番号札166。今小池の見てたら、はい、右足が打った後もベタ足だったんですよ。ああ、だからそこのよくトップしちゃったりうまく砂が取れない右足の人、ああ、そうなっちゃう。これは良くない。良くない。良くないですね。絶対ベタ足。じゃあ最初の小池の今ちょっと普通に打ってみてください。もうこれ。何かというとノーマルで。やっぱり上限と絶対現金なんで。上下が現金。上限運動が現金。レイクバックしてダウンスイングするまでは、うん、どっちかというと本当に膝の高さとかもあんまり変えない。変えない。これはちょっとと違うところだね。ただ、うん、いいですよって言って早くかかとが上がったりすると、うん、やっぱりダメだ、ね、体が浮いちゃう。トップになっちゃう。やっぱり基本ベタ足の方が。このまま、うん、硬いね。これの方が硬いというか安全。はい、いいと思います。左に体重かけておいて、はい、ちょっと左ですね、はい、真ん中がちょっと正面でこれ、うん、としたら真ん中がここだとしたら、してちょっとこうする、はいはいはい、でいくらか、うん、ガニ股の感じ。あ、またいくらか、はいはい、はい、ガニ股。これが左に体重かけるときに気をつけなきゃいけないの、うん、こうやってかけると押し込んじゃダメ。右が下がるんでダフルゲー、ま、動きやすくなるよね、足もね。必ずガニ股にして、ガニ股、この状態で左体重の、これさ、小池さ、女の人なんかさ、ガニ股かっこ悪いって思わない？だからバンカーの時は女性を捨てないといけないです。まあハザードに入っちゃったんだから女性をちょっと捨てて、捨てていただいて。でも逆にさ、ちょっともじゃあガニ股の女の人でも、たとえちょっとミニスカート履いて、これダメだ、そんなやついるかよ。いるでしょ。ちょっともう一回ガニ、あのややガニ股の正しい、これ真ん中にこれね、体重がこの状態ちょっと、はい、はいはいはい、なるほど。いや、これぐらいのがね、逆にねセクシーだと思うよ。うん、セクシーっていうか、なのでセクシーでなんか出ないですか、はい、であと打ち行くときやっぱり右膝あんまりボールに寄せていかない、うん、打ち行くとき右膝を寄せない。どういうことかっていうと、こう構えてたのに右膝を下げるってことは、うん、ボールに近づくんだ。あ、はいはいはい。そうするとよくある土手にぶつかってガンガン戻る。じゃあ右膝ダウンスイングキープ、右膝の高さと高さと場所をキープ、場所キープ、ダウン、おお、ナイス、はい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 。あと音ですね、今音タンっていう音ね。バンスが当たればタンと音ですね。で歯だと、歯だと飲むってね、なんかザクじゃないね、歯に当たっちゃうとザクッと音だよね。
えだ、あ、なんだこれ。うお、来た。じゃあ悪い音。音、はい、悪い音。ちょっとこれ歯が入る。はい。なんかね、音に聞こえちゃったかもしれない。違う、良くない。バクッととした。分かる。バクッととした。さっきと全然違う。これバンスが入ると思う。タンじゃない。バクッととした。バクッって。あ、これターン。もう違うよ。これターン、全然違う。こっから聞いてても、今度これ左マイクなしでも。下がりは本当難しいんですよね。うん、これね難しいんで、今度すごくちゃんと長くやりますけど、はい、今日も寒いんで、すげえ簡単に。はいはい、で、まあ、多少ボール右に置いてください。はい、もう右頬ぐらい。ちょっと右。うん。はい、で、いつも前言ってたのは、あんまりバンカーでもあんまりこうやらない。あ、やらない。ね。はい、まあ、自然なリリースぐらいだったんだけど、はい、この左足上がりの時は、はい、で左足上がりはこう左肩あんまり上げちゃダメなんだけど、はい、左足上がりだけは左肩下げてください。こっち下げて。じゃあ傾斜に対して対しても結構平行なぐらい。平行に対して平行なぐらい。はい、で僕はですよ、はい、左足上がりはもう左手がメインじゃないです。メインじゃない。右手がメインです。うーん、右手がメイン。今度は左手も緩くていいです。もう緩くて右手をもうこうやっちゃっていいです。こう。おお。でこれ胸を今度開かない。こうやって。あ、開かない。開かない。はい。このまま胸正面にいたまま。はい、でハンドファーストじゃない。どっちかというとハンドレート。はい。で胸は開かない。足は動かないのも同じ。はい。でこれも右手でこうやっちゃっていいです。こうやっちゃっていい。で胸開かないんで右肩は突っ込まないから。おお。ね。じゃあ突っ込んじゃダメだってこと、ね、突っ込んじゃダメ、はい、胸はずっと正面、はい、で右手でこうやって書いちゃっていい。こうやってショベルのように。でもう俺の左足下がりは右手がこうやって主役。おお。それ今傾斜通りに、やっぱり傾斜通り、左足下がり、まあ、斜面にもよるけど、今度左頬、はい、の下ぐらい、はい、あんまりそんな左置かない方がいいかな。おでこれはさっきは左足下がり斜面通り構えたけど、はい、あんまりこうやって上向くと、はい、ただでさえサンドウェッジでロフトがあるのに、うん、これでさらに開くともうロフトがこうマイナスになっちゃうんですよ。あ、なっちゃう。なんで開い、そんなにね開かない。まっすぐはダメです、はい、刺さりそうだね。まっすぐはダメ。この肩で言うと、まあこれ0度、はい、30度ぐらい、30度ぐらい、はい、あ、30度、25度、はい、これぐらいかな。このぐらいでいいですね、はい、これぐらいにしましょう。今度は上下で測ります、うん、で左足上がりで一番起きやすいミスが、はい、やっぱり中に入っていくじゃないですか。刺さりそう。そう、刺さるじゃないですか、うん、でロフトも思ったよりついちゃうんですよ。おなんで飛ばないです、あ、普通の平らの時より、はい、で結構左足上がりでボーンって飛ばなくてコロ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 ってもう一回何回もやっちゃう人が多いんですよね、うん、でこれちょっと怖いんだけど、はい、まあ、さっきも小池の言っただいたいこの辺でいいんだよっていうのがちょっと今度狭まっちゃうんですよ、はい、左足上がりだとさすがに20センチ手前から入っちゃうと、はい、もうボールまでいけないです、はい、その砂の量がこういう三角形になっちゃうから、はい、多くなっちゃうから、である程度まあここでだとしたらまあ10センチぐらいまでかな、はい、でこれはいつものまあ15ヤード飛ばすとしたら、はい、いつもの15ヤードの倍ぐらいの強さでバーンって打ってください。おで怖がんないでまず脱出しましょう。おそれがもうあの左足上がりで、はい、結構多いのがうわってこう狙ってちょろちょろちょろとが多いんで、今見たく結構もう出れば OK。 こっからで打った後ちょっとこう少し斜め上向いていいです。少し上を向く感じ。前向くとどんどん砂にはまってくる、はい、あ。打った瞬間ちょっとこう右足に体重戻るような感じでいい。戻るような感じ。そうするとクラブが抜けるんですよ。こうやってこうやって。これ前行くと抜けない。じゃああんまり突っ込んだらダメだってことですか。ダメですね。クラブが抜けない。動かないようにっていう思うよりは、そう。まあ当たるまで動かないでいって。当たった瞬間ちょっと。それよくやるね、みんなね、プロってね。多分意識してないでできてるんだと思うんだけど、
あのみんなそうなってると思う、うん、なんでかというとクラブ抜けないから。あでこれ抜くにはさっき小池が遠くのバンカーで使ったインサイドアウトだと抜けるんですよ。あ左足上がりでもこれヘアウェイでも言えるんだけど、はい、ただそうすると球飛んでっちゃうんで、今度は飛んでいくね、うん、すごい飛んでっちゃうんで、はい、そしたらまあ一回普通に構えて、はい、打ったちょっと右足に戻 る最初は少し左足にかけるけど、打ったらちょっとこう少し後ろに行く感じ、そうするとクラブが抜ける。バンカーの出し方ですね。あ自分がこう入ってきた足ありますね、はい、これダメですよ、置いといたらで打ったとこ鳴らしますね。これで鳴らして終わったと思って、鳴らし方とかじゃないですよ、気持ちです。自分がイライで打てた時にありがとうと、ありがとうで後ろの組も自分と同じようにイライで打てるように、後ろの組の人入っても大丈夫だよ、綺麗だよ、綺麗だよっていう気持ち、気持ちね、気持ちと、うん、あと形ね、はい、こう盛り上がったとこも盛り上がってないよ、まっすぐにしといたからね、いつでも打ててバンカーセーブできるよっていう、そういう思いやり、徳を積むことですよ、徳を積むこと。例えば大谷翔平組だけどゴミがあったらゴミ拾うね、バッターボックスの近くで後ろの組が来てもいいライだよって言うと次のホールでバーディー取ったりするんですよ。ここでボギー打ってもゴルフってね、徳を積むといいです。例えばガッテムとかやっちゃうじゃん、はい、ね、そしたらクラブごめんよで地面、まあ、ごめんよ地面でこう誰でも間違いを犯すんで、そのちゃんと懺悔をしっかりやして徳を積むことです。やっちゃいけないこと、鳴らしました、はい、いや鳴らしたこれだね、高いところ上がって痛いですよ、ね、低いところから上がる、ね、でこれ見て転んだからこんななっちゃう。本当だ、またキャディーさんにあのもう一回やってもらわないと。これあれですね、安倍首相転んでましたね。あれはさ鳴らして転んだんじゃなくて、あ、うん、高いところ上がろうとしたの、あれ、うん、一番ダメなんです、ね、あのね、まあ首相でいろいろお世話になったんで、はい、ダメとは言わないですけど危険ですよと。あ、危険。はい、ありがとうございました。いやもう今のバンカーの話し方勉強になりましたね。体張りました。はい、選択です。じゃあ皆さん最後までご視聴ありがとうございました。すいません、よかったら体張ったんでチャンネル登録お願いします。はい、どうも。